ないよ。あんたは100マイルどうも。他の店に浮気しちゃいけませんよ。同胞だ。放棄された施設で奇病にかかり死にかけているダールの鉱山作業員たちを見つけた。科学者だと自己紹介したら、彼らのリーダーが手放しで歓迎してくれたのだ。彼は私のバイオドームに関する研究に関心を示していた。部下たちの健康診断をして、なんとか苦しみを緩和してしまう。恐らく彼らは鉱山調査なんかを作りました。
中はアトラスに見捨てられ無駄になったと感じていた。だが鉱山作業員たちの肺から検出された胞子を見て私の心は喜びに満たされた。ヘクターはこの研究によってパンドラの居住向上できるならダールの施設を改修し最新の設備を入れると約束してくれた。私たちはこの事業をプロジェクトパラダイスと名付けた。土壌に植物層を成熟させるための要素が欠けていることを不思議に思っていたので土壌そのものが砂漠から進んだら自分を拒んでいる状態だったが私は対処法を発見した。作業員が肺に詰まった胞子と同様のものをパンドラの高層大気でも観測することができたのだ。進化を果たします。慎重に計測し世界を一変させるのだ。ほらかかってきなさいよ。貯めていくわ。もう少しだ。科学の進歩を目の当たりにできるとは実に刺激的だ。これが終わったらそちらの科学者のお誘いを受けてみるのもいいかもしれんな。あっしのケチな店へようこそ。うちはいつでも開いてますね。研究に最大の進展が訪れた。鉱山作業員の経過観測中、一人が尻から恐るべき蒸気を噴出したのだ。ひどい悪臭だった。しかしむせ返りあえぎながらも私はこの不意の放棄こそが先へ進む道だと悟った。そう、パンドラ原生の胞子を加速的な成長期に移行させるガスを開発するのだ。だがその上で課題になるのはいかにしてガスが人体に影響しないようにするかということだ。
聞いているな。
なら私は死んだのだろう。その時のために解毒剤の合成法を伝えておく。まず私の血を採取してくれ。次は解毒剤マシンという分かりやすい名前の装置を急げ。続ける。やったね、モーデカイは助かるよ。さあ故郷を取り返しに行こう。サンクチュアリはまだ施設につながってる。じゃあ上で。喜ぶのはまだ早いぞ。ガスの準備はできた。楽園の到来だ。貴様らには決して止められん。ヘクターを止めてくれ。こんなことを言うなんて思ってもみなかったが、パンドラは今のままでいい。それからボルトハンター、まだ生きていたらヘクターに伝えてくれ。クソくらえとな。いや、やはり本は最高だがいいか。あ、いや待てよ。そうだ、お前にパンドラ最悪の最低野郎として私からメダルを進呈してやろう。これで決まりだな。
あんなにボルトがあったんじゃな。ほらった、こんなにあるの。ダンスの頃とは違うな。
た時間をせいぜい楽しめ、クリムゾンレイダース。楽園の訪れはもうすぐだ。あら、サンクチュアリの中に入り込めたのね。さあ、大暴れしてやって。急いだ方がいいわ。サンクチュアリが潰れたカエルみたいに胞子を吐き出しまくってるから。スクーターがこんな状態のサンクチュアリを見なくて済んだのが救いね。もしハクターがエンジンに負荷を巻いてたら、私の胸で小さく仕掛けてやるわ。
はないわ。ヘクターがガスをまくのを止めないと惑星規模の大量死が起きるわよ。計算じゃまだあと6年から7年あるはずだったのに。
触手を好き勝手うねらせてくる化け物どもにバーをうろつかれるのは困るわ。料金を払うなら別だけど。この惑星に少しでも平和をもたらせたのはクリムゾンレイダースだけ。パンドラは完璧じゃないけど、もっとマシの未来がある。殲滅開始よ。今度こそパンドラともおさらばだな。それ最高。次の誕生日にはヘンテコな惑星に連れてってくれるんでしょ。月が7つあって変な生き物もいてカップケーキの山であるとか。お腹すいた。ボルトハンターが俺の助けを待ってるんだ。俺も行くぜ。もうほらベッドで休んでなさい。ほらスープ飲んで。あーティナ、これはスープって書いてある岩の写真だ。飲めねえ。やめる前に飲むの。楽しみましょう。
なければ私から何か買っておけ。そいつが聞くといい。うちはいつでも空いてますぜ。死なれると足も困りますんでね。
宝比べと行きますか。緑の矢印出てないかな。
全部ぶち壊す時間よ。
ハハハハハハハ、遅かったな。私の目はこの町の中枢まで行き着いた。月はパンドラ全体だ。計画変更。私の奉仕が大地全体に降り注ぎ、砂漠は森となる。ようやくこの世界が約束された楽園に生まれ変わるのだ。楽しみましょう。
くやる気になったか、ファイヤーボール。だが、もう…地図は必ず取り返す。ボルトハンターは愚鈍だな。私には地図の真の意味が分かったぞ。貴様らには想像もつかない力に導いてくれるのだ。どういうこと？サンクチュアリはもはや私の一部。ボルトの地図も私の一部だ。両方を失わずに私を破壊するなど不可能。貴様の夢を道連れにしてやる。おい、どうするつもりだ。決断するの。生きてたのね。大丈夫か。でもリリス、今のはすごかったぜ。私はサンクチュアリを壊した。おかしな木のやつは死んだの？ローランドも同じことをしたはずだ。尊い犠牲です。チキショー、私もあの船吹き飛ばしたかった。待て、今のなし。私の計算ではサンクチュアリが脱出速度に達してから爆発する確率は 86.4%。 最初から伝えておくべきだったわね。サンクチュアリも地図もなくなっちゃった。お前の決断でみんなが無事だったんだ。それでいいさ。うん、ありがとう。それでどうする？ヘクターに地図を見せられたの。いくつものボルトがつながってて、何か大きなものの一部だった。どういう意味かわからないけど。地図はなくしたけど、なくたってきっと大丈夫。悪い奴らの手に落ちる前に私たちでボルトを見つけないと。パンドラを出なきゃ。でも私はいけない。誰かがクリムゾンレイダースを立て直さないと。新しい仲間を集める。次の戦いのためにも。ボルトを見つけて。どこまで行こうと何が起ころうと、あんたは永遠にクリムゾンレイダースの一員だよ。サンクチュアリはスクーターが喜びそうな散り際だったわよ。でかい木を道連れにしたんだもの。いい演説だったわ、リリス。ちょっとグッときたもの。でも残る理由は本当にそれだけ？ボルトの地図はまだここにある。そのままにはしておけない。あれを見つけた時が私の旅立ちの時。その言葉を信じてるわ。